皆さんこんにちは。 SDGs って聞いたことありますか？聞いたことあるけど内容はよく知らないという方も多いのではないでしょうか。この動画ではセリさんと一緒に SDGs について学んでいきたいと思います。それではセリさん、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。 SDGs を語らせたら、自称葛飾区役所1のセリです。突然ですが久美さん、買い物の時にマイバッグは使っていますか？はい、スーパーやコンビニで無駄な袋をもらわないためにマイバッグを持ち歩くようにしています。偉いですね。実はそれも SDGs に貢献する行動なんですよ。ゴール12、作る責任、使う責任でゴミを減らそうという目標が掲げられています。 SDGs というと難しい単語に聞こえますが、実は今皆さんが行っている行動が SDGs につながることもあります。この動画で少しでも学んでいただければ嬉しいです。久美さんはこういうバッジや数字と絵の描かれたカラフルなマークを見たことありますか？電車の中でこのバッジをつけている人を見たり、テレビでこの絵を見たことあります。そうですね、最近よく見るようになりましたね。これらは SDGs カラーホイールと SDGs アイコンと呼ばれるものです。ちなみにSDGs って何の略か分かりますか？すごいでっかいゴール？違います。 SDGs はサステナブルディベロップメントゴールズの略で、持続可能な開発目標と訳されます。持続可能な開発目標？よく分かりません。そうですよね。一言で言うと、世界を変えるためのみんなの目標です。別な言い方をすると、地球で人間が幸せに暮らしていくために達成すべきみんなの目標とも言えます。はい、質問です。はい、何でしょうか？なんで世界を変えないといけないんですか？今別に不自由していないし、今のままでもいいと思います。確かにそう思う方もいるかもしれません。しかし私たちが今の生活を維持し続けるのは実はもう限界に近いのです。え、限界？どういうことですか？地球が限界なのです。一つは環境の問題があります。例えば地球温暖化です。二酸化炭素の排出量増加による地球の温暖化はなかなか止まりません。このまま厳しい温暖化対策をしなかったらどうなると思いますか？国連の予測では2100年には平均気温は 4.8 度上昇するとされています。地球温暖化が進むと氷が溶けてペンギンやシロクマが住めなくなったり、大雨による水害や土砂災害の被害が大きくなってしまうと言われています。寒いのが苦手なので地球が暖かくなっていいなと思っていたのですが、大変なことが起きてしまうのですね。そうなんです。また環境以外の問題もあります。地球の人口は増え続けています。約50年前の1970年の地球の人口は37億人、2020年が78億人なので、この50年で2倍以上に増えています。さらに2050年には97億人へと増えると予測されています。その結果、足りない食料や資源を奪い合って争いが絶えなくなるという事態が起こるかもしれません。これまで当たり前のように存在していた地球について、さまざまな危機が顕在化してきています。だからこそ世界を変えないと今のままの生活を持続することができなくなりつつあるという状況です。なるほど、地球が限界の意味が分かりました。先ほど SDGs はみんなの目標と言いましたが、みんなとは誰だと思いますか？私たちみんなのこと？そうですね、もう少し詳しく言うと、SDGs は2015年に国連で決議され、2016年から2030年までの15年間で国連加盟国193カ国すべてが達成を目指す目標です。ですから SDGs は地球に住む人間全員に共通する目標です。みんなとは地球に住む人全員ということですね。その通りです。それではいよいよ SDGs のゴールを見ていきましょう。久美さん、SDGs のゴールはいくつありますか？1、2、3、17個？そうです。この17個のゴールが SDGs です。
貧困や不平等、気候変動、動植物の絶滅などの様々な項目があります。実は SDGs には歴史があります。少しだけ語ってもいいですか？はい、飽きないくらいの長さでお願いします。できるだけ簡潔に説明します。 SDGs の元は2000年に定められた MDGs、 ミレニアム開発目標というものです。 MDGs は発展途上国の社会問題と環境問題を改善するための目標でした。 MDGs はこちらの8つの目標です。貧困や飢餓、 SDGs と似たようなゴールもあります。さて久美さん、 MDGs は達成されたのでしょうか？急な質問ですね。達成できていないと思います。はい、正確には全部は達成できていないと言えます。例えばゴール1にある極度の貧困は3分の1に、飢餓状態の人は2分の1になりましたが、主にアフリカやインドなどで撲滅には至っていません。なるほど、改善はしてるけど未だ達成はしていないのですね。そこで MDGs の反省を踏まえ作られたのが SDGs です。お、いよいよ出てきましたね、 SDGs。 SDGs と MDGs、何が変わったんですか？簡単に言うと、対象が発展途上国だったのが先進国も加わりました。また一番大きな変更点が経済を加えたことです。経済を加えるというのはどういう意味でしょうか？例えばアフリカの子どもたちがかわいそうといった同情だけでは全員を救うために必要なお金は集まりませんよね。そこで国連は経済を加えました。社会環境の目標に取り組むと経済的に儲かる、または取り組まないと損をするという仕組みを盛り込み、目標に取り組む人を増やすことにしたのです。環境や社会を守るためには経済も重要ということですね。はい、そのため SDGs は経済、社会、環境の3つのバランスを取ることが重要とされています。さて SDGs について少し分かってきましたか？そうですね、 SDGs には17個のゴールがあること、みんなで取り組まないといけないことは分かりました。でも大きな話ばかりで身近に感じられません。それでは葛飾区の取り組みを紹介しましょう。葛飾区では区民の皆さんにまずは知ってもらうためのイベントを行っています。図書館や区役所でパネル展を行ったり、皆さんに興味のあるゴールにシールを貼ってもらったりしながら啓発活動をしています。まずは SDGs を知ることからということですね。その他、事業者と共同した SDGs 宣言事業や商店街の方々に対する SDGs の啓発活動なども行っています。葛飾区は共同を推進していると聞きました。事業者の方との共同、これからも進めていきたいですね。ただ区役所や事業者の方々の取り組みだけでは SDGs 達成はできません。私たちにもできることがあるんですか？そうです、皆さんの小さな行動の積み重ねが SDGs の達成につながります。具体的に何をしたらいいのでしょうか？例えば地元で作られた製品や農産品を購入することはゴール9、産業と技術革新の基盤を作ろうにつながります。また移動の際に歩いたり公共交通機関を使うことはゴール13、気候変動に具体的な対策をにつながります。普段商店街で買い物したり歩いたり電車で移動することが SDGs につながるということですね。他にもこの行動、実は SDGs につながるというものがありそうですし、何をしたら SDGs につながるのか考えてみたくなりました。とてもいいことですね。まずは知る、次に考える、そして行動するという流れで SDGs に貢献していきましょう。今日紹介したように簡単なことでも SDGs の達成につながるので、自分自身で何ができるのか考えてみて、明日からぜひ取り組んでみましょう。紹介しきれなかった取り組みがまだたくさんあるので、詳細はこちらの QR コードをご覧ください。 SDGs を語らせたら自称葛飾区役所1のセリさん、ありがとうございました。動画を見てくださった皆さんもありがとうございました。みんなで共同して SDGs を達成しましょう。